妻以外の人を好きになってしまった。それが決して実ることのない恋だとも知らずに。俺は井上浩一、40歳。交通事故で全てを失った俺は、転職先で窓際社員として日陰の人生を送っていた。そんなある日、ひどい頭痛で病院へ行くと運命の出会いが。美しい女医の優しい微笑みに、俺はすぐに心を奪われた。なぜなら、彼女が妻と売り二つだったから。その出会いをきっかけに、交わらないはずの俺たちの人生が大きく動き出した。お疲れ様。もう帰っていいよ。毎日17時、社員の中で俺だけが早上がりさせられる。残業中の社員たちは、ちらりと俺に視線を向けるだけで挨拶すらしない。申し訳なさそうに頭を下げる俺を見て、大げさにため息をつく者もいた。1年前、事故に遭った俺は、入院先の院長から紹介されて、医療機器メーカーで働くことになった。仕事内容は、簡単なデータ入力や倉庫の整理など、事故の後遺症もある俺に、あまり負担がかからないよう、院長はわざわざ社長に話をつけてくれたらしい。社長が事前に、社員たちに俺の事情を説明しておいてくれたおかげで、表面上は受け入れてもらえたが、現実は厳しかった。忙しい職場で、俺だけが毎回定時上がり、仕事もほとんど回ってこない。完全に透明人間として扱われ、孤立する日々。さらに、俺が煙たがられるのには、もう一つ理由があった。それは俺の学歴。幼い頃に両親を事故で失った俺は、祖父母の家に身を寄せながら、中学を卒業してすぐに、地元の町工場で働くことになった。今の会社の社員たちは大卒ばかりで、中卒の俺をどこか蔑んだ目で見ていた。院長が紹介してくれた手前、簡単に会社を辞めることはできない。それでも、日々のストレスは徐々に俺を苦しめていった。そして、ついに俺の体は限界を迎える。会社に来て半年が経ったある日、俺は脳に激痛が走って、仕事終わりに病院へ。事故の後遺症かと緊張しながら診察を受けると、院長から意外な診断結果が伝えられた。かなりストレスが溜まっているみたいだね。ストレスですか。あんなにひどい頭痛が。驚きのあまり、ポカンと口を開ける俺に、院長は丁寧に俺の病状を説明してくれた。井上くん、もともと偏頭痛持ちだろ。今回はその偏頭痛とストレスから来る緊張型頭痛が併発して、いつもよりひどい痛みに襲われたんだ。院長の説明を受け、俺は知らず知らずのうちに、ストレスを体に溜め込んでいたことに気づいた。どうやら、ここ最近の食欲低下や不眠も、それが原因らしい。仕事が合っていないようなら、他を当たってみようか。院長が俺を気遣ってそう言ってくれたが、俺はそれを断った。人間関係がうまくいかずに転職したとしても、今の俺ならどこに行っても同じ思いをするだろう。自分自身で何とかしなければと頭を悩ませていると、俺の様子に気づいた院長が心療内科を受診するよう勧めてきた。院長は俺が事故に遭った時から親身になって相談に乗ってくれる。おそらく身内のいない孤独な俺を気の毒に思って優しくしてくれるのだろう。こうして俺は同じ病院内の別棟にある心療内科を受診することになった。それが俺の運命を大きく変えることになるのだが。失礼します。看護師に案内されて診察室に入ると、一人の白衣を着た美しい女性が顔を上げた。こんにちは。女性は俺に視線を向けた瞬間、目を見開いたかと思うと、涙ぐんで口元に手を当てた。そして、俺も同じくはっと息を呑んだ。まさか、いや、そんなはずがない。俺は激しくなり続ける心臓の音を全身で感じていた。似ているとかいうレベルではない。彼女は、ある女性に
瓜二つだったのだ。井上光一さんですね。医師の神崎十和子です。神崎十和子と名乗る女医は、急いで俺から目をそらすと、カルテに目を通した。はじめまして。必死に緊張を隠して挨拶をする俺に、神崎先生は小さく会釈で返した。ミステリアスな雰囲気を漂わせた切れ長の瞳からは、先ほどの涙は消えていた。どうやら泣いているように見えたのは、俺の勘違いだったらしい。神崎先生は、淡々と俺の話に耳を傾けながら診察を始めた。なるほど、院長がこちらに来るよう言ったんですね。はい、院長には何かと世話になっていて。そうですか。まあ井上さんは当院の患者さんですし当然でしょう。随分と冷たい口調で笑顔一つなく話を進める神崎先生は、その後も俺にいくつか質問した。それから血液検査を終え、心電図検査をするためにベッドへ。5分程度で終わりますので、リラックスしてください。神崎先生の少し低めの声のトーンは心地よく、不眠症だったはずの俺は、その5分のうちに、うっかり眠ってしまった。それから、どれくらいの時間が経ったのだろうか。一緒に頑張ろうね。そう誰かに励まされた気がして、俺はゆっくりと目を開けた。目の前には神崎先生。他には誰もいない。確かに女性の優しい声が聞こえた気がしたが、神崎先生は先ほどと変わらず無表情だった。それでは、来週の同じ日にまたいらしてください。早々に診察を終えようとする神崎先生に、俺は勇気を出して話しかけた。聞きたいことがあるんですけど。何でしょう。先生は恋人はいますか？それとも結婚？俺が真っ赤な顔で尋ねると、神崎先生は呆れたようにため息をついた。プライベートな質問に関してはお答えできかねます。案の定冷たい返事が返ってきたが、ここでひるむわけにはいかない。俺にはこの神崎先生が俺のある病気を治すきっかけになってくれると直感したからだ。なんとかして先生と仲良くなれる方法はないか。俺は頭をフル回転させた結果、たどり着いた一つの案にかけてみることにした。どうしても知りたいんです。お願いします。俺は神崎十和子さん、あなたに一目惚れしてしまいました。しんと静まり返った診察室で、俺は神崎先生をまっすぐ見つめた。神崎先生は突然の告白に驚いているように見えたが、しばらくすると俺の前にすっと左手を差し出してみせた。これで分かってもらえますか。神崎先生の細く白い左手の薬指には、俺を寄せつけんとばかりに指輪が光り輝いていた。お、言葉に詰まる俺を見て、神崎先生は席を立つと、独り言のようにぽつりとつぶやいた。もう別れましたけど。その表情はあまりに切なく、神崎先生が心で泣いているのが伝わってきた。きっと、前の旦那を今も思い続けているのだろう。それでも、俺は神崎先生との間に、まるで運命の出会いのようなつながりを感じていた。それなら、俺諦めません。これから神崎先生と仲良くなれるよう頑張ります。俺がはっきりと自分の気持ちを伝えると、神崎先生は眉を潜めて俺を見つめた。井上さん、勘違いしないでください。ここに来る目的は、私を口説くためではなく治療です。はい。でもそれには、先生が必要だって、俺の心が言ってるんです。恋で治療ができるわけではないです。それに、記憶喪失。とにかく、来週お待ちしています。医師として。神崎先生はそこまで言うと、俺より早く診察室から出て行ってしまった。俺は病院からの帰り道、神崎先生がふと口にした言葉を、ぼんやりと思い返していた。記憶喪失。
おそらくカルテを見て、神崎先生はそう言ったのかもしれない。だが、あの言い方はまるで、俺について何か知っているかのような口ぶりだった。逆行性健忘症。1年前事故に遭った俺は、頭部外傷により、過去の出来事に関する記憶を失ってしまった。昏睡状態が1ヶ月続き、それから壮絶なリハビリ生活が開始。まずは、昏睡している間に失われた言語化能力を2ヶ月かけて取り戻し、激減した体重を食事で少しずつ増やしていった。身体の機能が回復していくと、自立歩行も可能になり、3ヶ月経つ頃には、断片的に幼少期の記憶を取り戻し始めた。ところが、事故に遭う前のおよそ20年間の記憶が、いつになっても戻ってこない。これにより、俺の人生の中で、一人の女性の存在が消えた。その女性とは、俺の妻だ。妻といっても、記憶がないのでいまいち実感が湧かない。名前は何というか、どんな女性なのか、知りたいことはたくさんあった。だが、それはもう叶わない。俺が事故に遭った時、助手席にいた妻は命を落とした。院長の話によると、病院に着いた時には、すでに息を引き取っていたらしい。俺は何とかして妻の両親と連絡を取ろうとしたが、妻の両親はそれを拒んだ。もう二度と関わらないでほしい。院長を介してそう言われてしまい、俺はそれに従うほかなかった。おそらく、一人だけ助かった俺のことが許せなかったのだろう。義両親は、俺が入院している間に、妻に関するものすべてを家から持ち出した。写真や服、食器や雑貨まで。それなのに、神崎先生に会った俺が、妻と瓜二つだと信じて疑わなかった理由。それは、ただいま。玄関の扉を開けると、奥の部屋から、軽快な足音が聞こえてきた。にゃーんという機嫌のいい鳴き声で出迎えてくれたのは、飼い猫の11だった。このオスの黒猫には、11という風変わりな名前が付けられている。なぜわかったのかというと、首輪のペンダント部分に、11と刻んであったからだ。俺が事故に遭って入院している間、11は野良猫のように、外で気ままに暮らしていたらしい。近所の人によると、人見知りが激しく、誰も手に負えなかったそうだ。妻の両親から口止めされているのか、近所の人も妻のことは教えてくれなかったが、11のことだけは教えてくれた。退院後、ふらっと帰ってきた11は、記憶のない俺に優しく寄り添ってくれた。身寄りのない、俺の唯一の理解者。そして11は秘密の共有者でもある。俺は11の首輪をそっと外すと、ゆっくりペンダントを開けた。やはり間違いない。ペンダントの中で微笑む、左手の薬指に指輪をした女性は、神崎先生にそっくりだ。妻との記憶を失ってしまった俺にとって、この写真は唯一の目に見える手がかり。だが、いくら頑張っても、妻のことは思い出せなかった。過去に院長に記憶を無理して思い出そうとするのは逆に危険だと止められたことがある。思い出したいのに思い出せない、そのストレスもこの頭痛に起因しているのだろう。周りの人間は妻について一切話してくれない。写真の中の妻と神崎先生を重ねるのは失礼かもしれないが、神崎先生に一目惚れをしたのは愛した妻がまるで目の前に現れたような感覚に襲われたからだ。この胸のときめきが本物の恋なのかはわからない。だが、俺の中で神崎先生をもっと知りたいという思いが膨らんでいるのは確かだった。こうして、俺はその日から通院を始めた。もちろん、仕事によるストレスと度重なる激しい頭痛を治すことが本来の目的だ。神崎先生もそれを分かっているからこそ、俺を受け入れてくれているのだろう。その中で、どうやって神崎先生と距離を縮めていくかが、俺の課題だった。ストレス軽減には、睡眠や運動の他に、
音楽を聴いたり、趣味に時間を割くのも効果的です。趣味ですか。過去に何かを好きだった記憶はありますか？そうですね。あ、でも絵を見るのは好きかもしれません。ここに飾ってあるこの家とか、なんかとても惹かれるんです。俺が壁に飾られた一枚の絵画を眺めていると、神崎先生は引き出しから一枚のチケットを取り出した。絵がお好きということでしたら、これを。俺が手渡されたのは、絵画展のチケットだった。井上さんの同僚の塩崎さんにもらったので、よかったらどうぞ。塩崎は35歳の営業部のエースで、この病院にもしょっちゅう営業に来ていた。相当な自信家で、自分にできないことは何もないと思っている。そんな塩崎には、以前から落としたいが振り向いてくれない女医がいるらしい。俺は今の話で、それが神崎先生だと気づいた。ありがとうございます。あ、でも先生の分が。まだ何枚かあるので大丈夫です。それじゃあ、一緒に。行きません。もしかして塩崎と。まさか。私は一人で行きますから。そうですか。神崎先生が作り上げた壁は高く、距離を縮めていくのは困難なように思えた。しかし週末、一人で訪れた絵画展で、思わぬ展開が待っていた。井上さん？その日、俺と神崎先生は、一枚の絵画の前で偶然立ち止まった。神崎先生、偶然ですね。先生も来ていたとは。しかも、同じ絵の前で立ち止まるなんて、なんだか運命を感じちゃうな。俺が冗談っぽく、照れたようにそう言うと、神崎先生は何とも言えない複雑な表情でうつむいた。運命、ね。あ、ごめんなさい。気分悪くさせちゃいましたか。いえ、大丈夫です。それより、もしよかったら、外で少しお話ししませんか。神崎先生は、俺を連れて、美術館の手前の広場に向かった。井上さんは、二人で広場のベンチに腰をかけると、神崎先生が覚悟を決めたかのように、俺に話しかけてきた。今でも、失った記憶をすべて取り戻したいと思いますか？え、はい。その記憶が、もし思い出したくないような嫌なものだったとしても。真剣に尋ねる神崎先生の瞳は、どこか悲しみの色を帯びていた。そうですね。それでも思い出したいです。だって、嫌な過去も、俺の人生の一部ですから。俺が苦笑いしながら答えると、神崎先生は両手でぎゅっとスカートを握りしめた。井上さん、あのね、私。神崎先生が何か言いかけたその時、俺の後ろから大きな声が聞こえてきた。あれ、とわこちゃん来てたんだ。振り返ると、そこには営業部の塩崎が若い女性と一緒に立っていた。塩崎さんどうも。俺が席を立って頭を下げると、塩崎は俺たちが二人でいるのを見て神崎先生に尋ねた。どうしたとわこちゃん、うちのジムといるの？井上さんは私の患者さんです。ああ、井上か。影薄いから名前忘れてた。根性。あ、そっか。いつも早上がりだもんな。いいなぁ。俺も特別扱いされてよ。塩崎はいつも定時で帰る俺をこれ見よがしに嘲笑すると、神崎先生に再び視線を戻した。今日はとわこちゃんに断られたから、別の女と来ちゃったよ。そうだ、この後空いてる。食事でも。行きません。お食事には、お連れの女性と一緒に行ってください。
眉をひそめて答える神崎先生を見て、塩崎は嬉しそうに答えた。え、もしかして怒ってる？いや、気持ちいい。いいえ、違います。怒っているのは塩崎さんの井上さんに対する態度にです。神崎先生は塩崎をきっと睨んだ。他人に心ない言葉をかけるような人を私が好きになることは絶対にありません。ですから私に声をかけても無駄です。あからさまに嫌がられる塩崎を見て、隣にいた若い女性がクスクスと笑い出す。すると塩崎は舌打ちして女性を先に帰らせた。そして小さなため息をつきながら、あれみの視線を神崎先生に向けた。とあこちゃん、残念だよ。せっかくバツイチでもらい手のいない30過ぎの君に、わざわざ声をかけてやったのに。塩崎の嫌味を聞いても、神崎先生は全く動じていなかった。ところが次の瞬間、塩崎の一言が、神崎先生をズタズタに傷つける。ああ、そうだ。病院でみんなにかわいそうだって言われてるのを知ってる。あんな事故を起こさなければ、旦那さんは今でも、やめて。悲痛な叫び声が広場に響き渡り、わなわなと震える神崎先生は、完全に正気を失っていた。塩崎が何を言おうとしていたのかはわからない。だが、俺は初めて目の当たりにした、感情むき出しの神崎先生に、戸惑いを隠しきれなかった。ただの噂だと思ってたけど、本当だったんだな。同情するよ。その重荷は一生背負わないといけないなんて。神崎先生がやめてくれと言っているにもかかわらず、塩崎は執拗に神崎先生を追い詰める。必死に涙をこらえている神崎先生を見ていたら、俺はいても立ってもいられなくなった。これ以上神崎先生を傷つけないでもらえますか？は？旦那さんがいなくなって辛い思いをしているのに追い打ちをかける必要ないですよ。なになに、トワコちゃんのことかばってヒーローにでもなったつもり？あんた何様？俺はただ神崎先生のことが好きなだけです。真っ赤な顔で俺が答えると、塩崎は耐えきれずに吹き出した。無駄無駄、あんたになびくやつなんて一人もいないよってそんなこと言ったら、またトワコちゃんに怒られるか。その笑い声は一気に俺と神崎先生を不快な気分にさせた。まあいいや、せいぜいお二人で楽しんで。じゃあな、かわいそうなトワコちゃん。塩崎がそう言い残して俺たちの前から去った途端、神崎先生が静かにその場にしゃがみ込んだ。大丈夫ですか？俺が声をかけると、神崎先生はうつむいたまま小さくうなずいた。ご心配をおかけしてすみません。もう大丈夫ですから、井上さんは先に。嫌です。俺はうつむく神崎先生に手を差し伸べた。俺は神崎先生のそばにいます。俺の手を取り、ゆっくりと顔を上げた神崎先生の瞳からは涙がポロポロとこぼれていた。普段は冷静沈着で表情を一切変えない神崎先生の涙は、俺の心を激しく動揺させた。すみません、担当医なのにこんな姿を見せてしまって。謝らないでください、神崎先生。いや、トバコさんは医師である前に一人の人間なんですから。井上さん、名前覚えていてくださったんですね。もちろんです。失った記憶は戻ってこなくても、これからのことはトバコさんのことなら絶対に覚えている自信がありますよ。俺はトワコさんの手を優しく握りしめた。過去に何があったのかは知りません。でも大切なのは今です。俺はトワコさんのことを。そう言いかけて、俺はふとあることに気づいて口をつぐんだ。大切なのは今だと言っておきながら、誰よりも過去にしがみついているのは
俺だった。俺が十和子さんを好きな理由、それは亡くなった妻に似ていたからだ。そんな不純な理由で今の十和子さんに寄り添ってもいいのだろうか。俺が自分の気持ちを伝えるべきかためらっていると、十和子さんが俺を見つめてきた。井上さんはどうして私を気にかけてくれるんですか。それは、俺は一瞬話すべきか迷ったが、ここは本当のことを話すべきだと覚悟を決めた。十和子さんが俺の妻にそっくりだったからです。え？十和子さんは驚いてしばらく言葉を失っていたが、我に返ると俺に詰め寄った。どういうことですか？記憶が戻ってきたんですか？いえ、そうではないんです。実は、妻らしき人の写真が残っていて。写真？そんなはず。戸惑う十和子さんを不思議に思いつつも、俺は十一の首輪についていたペンダントの話を聞かせた。十一が、なぜ十和子さんが十一の名前を知っているのだろう。俺は一度だって飼い猫の話をしたことはない。十和子さん、どうしてうちの飼い猫の名前を。恐る恐る尋ねると、十和子さんの表情が瞬く間にこわばった。私は、ごめんなさい。十和子さんは俺の手を振り払うと、一目散に走り去った。そして、その日を境に、十和子さんは俺の前から姿を消した。結局、十和子さんと初めて会ってから、二回目の診察と美術館での一日だけ、三週間足らず。それでも十和子さんのことを考えない日はなかった。あれから俺の担当は変えられてしまい、十和子さんに会えない日が何日も続いた。どうしてここまで会いたい衝動に駆られるのか。それはあの日の最後の会話が忘れられなかったからだ。十和子さんは俺が写真を持っていたことに異常なまでに驚いていた。それだけではない。俺が飼っている猫の名前まで知っていた。十一なんて珍しい名前を思いつくはずがない。十和子さんは何かを隠している。真相を知りたくて、院長や他の医師に神崎先生に会いたいと伝えても断られてばかり。どうやら十和子さんが俺に会いたくないと言っているらしい。その一方で美術館で会った日をきっかけに、塩崎の俺への対応はきつくなった。塩崎は俺が早上がりするたびに大げさに文句を言い、俺が中卒だから仕事量が他の社員より少ないなどと周りに言いふらした。塩崎が堂々と不満を口にしたことで、社員たちも次々と俺への不満を言い始める。俺の会社での立場はますます悪くなっていった。そんなある日、大手医療機器メーカーが集まる世界最大級の展示会がドイツで開催されることになった。会場には世界各国の医療機器メーカーのほか、多くの医師たちが集まる。商談のチャンスも多くあるため、ドイツ行きは塩崎や営業部で英語が話せる社員たちが選ばれた。すると突然、塩崎がとんでもないことを言い出した。展示会に俺を連れて行きたい。そう社長に提案したのだ。要は雑用係が必要ということらしく、この会社にいてもいなくても変わらない俺が選ばれたというわけだ。早速家に帰り、押し入れから使い古したスーツケースを取り出す。かなり使い込んでいたようで、見た目はボロボロ。中を開けると、早速十一が入ってくつろぎ出した。お前はお留守番係だからな。5日間家を開けるから、しっかり守ってくれよ。優しく頭を撫でると、十一はゴロゴロ喉を鳴らしながら、最後に小さくにゃんと返事をしてくれた。俺は十一の5日分の餌と水を用意し、近所の人に時々様子を見に来てほしいと伝えた。そして、いよいよ出発当日。緊張しながら空港で自分のパスポートをパラパラとめくった俺は、そこでかつての自分が頻繁に海外に行っていたことを知る。20歳ぐらいまでの俺は、確か町工場で働いていた。当然、海外出張などはない。
もしかして気晴らしに旅行に行っていたのか、それとも自分探してもしに放浪の旅をしていたのだろうか。俺は思い出せないことに歯がゆさを感じながらも、過去の自分の意外な一面に驚きと小さな喜びを感じていた。こうして俺たちは長いフライトを終えてドイツに到着。休む間もなく展示会の準備を始めた。そして翌日、世界各国の医師や多くの医療関係者たちが会場に押せ寄せた。俺は裏方として社員たちを支えながら会場内の様子を見ていた。すると、そこへまさかの人物が。院長、と、神崎先生。なんと会場に来ていたのは、院長と十和子さんだった。お久しぶりです。気まずそうに挨拶をする十和子さんに、胸がチクッと痛む。聞きたいことはたくさんあるが、まずは展示会に集中しなければ。俺は小さく会釈を返し、すぐに仕事に戻った。それを見ていた塩崎は、鼻で笑いながら俺の耳元で囁いた。おい、よかったな。小森が来てくれて。その言い方に、思わず顔がカッと熱くなる。そんな俺を見て、すかさず塩崎が追い打ちをかけた。お集まりの皆さん、質問があれば彼がお答えしますのでどうぞ。俺はブースの前に集まった客たちの視線を一斉に浴びた。おそらく塩崎は、十和子さんや院長の前で俺に恥をかかせたいのだろう。目の前にいる外国人たちを俺なんかが相手にできるはずないと誰もが思っていた。周りの社員たちもそこまではさすがにやりすぎだろうと同情の視線を向けている。だが十和子さんだけは違った。井上さん、大丈夫です。記憶を失っていても言語までは失ってない。あなたは本当は喋れるの。自信を持って。極度の緊張と同様でパニックになりかけていた俺は、十和子さんのその言葉でどうにか落ち着いて、目の前にいる人たちの声に耳を澄ました。するとどうしたことだろうか、英語だけでなくドイツ語やフランス語、イタリア語に中国語まで俺ははっきりと聞き取ることができたのだ。客たちから受けた質問を社員たちに伝え、社員たちから教わった内容を通訳する。俺の隠れた能力に俺だけでなく塩崎や社員たちも圧倒されていた。だが驚いたのはこれだけではない。展示会の終了間際、俺の前に見知らぬフランス人が現れた。11だろう。そのフランス人は嬉しそうに俺に抱きつくと、それからものすごい速さで話し始めた。最近全然絵を出してないのはどうしてなんだ。俺も、それから俺の仲間もみんな君の絵を待っているんだ。初めて会ったフランス人に11と声をかけられて、俺はまたしても混乱に陥った。そのフランス人は世界的にも有名な医師らしく、彼に声をかけに何人もの世界中の医師たちが集まってきた。医師はその中から何人かを俺に紹介した。ドイツ人の彼も、それからスペイン人の彼もみんな君のファンさ。あまりに突然の出来事に、俺だけでなく社員たち全員がポカンとしていた。すると人だかりをかき分け、再び十和子さんが現れた。レオ、久しぶりだね。元気だった？実は11は1年前に事故に遭って。神崎先生は流暢なフランス語で、そのフランス人医師に俺の事故の経緯を説明した。話を聞いた彼は涙ぐみながら俺に握手を求めてきた。11、大変だったな。私たちはいつまでも君の復帰を待っている。また筆を取る日があったら教えてくれ。その時は私が最初の客になるからな。俺はぼんやりとその話を聞きながら、その後も俺を知る何人かの客たちと話をした。展示会終了後、呆然とする社員たちに十和子さんは俺の紹介を始めた。井上光一さんは11という名で活躍していた画家です。彼の絵のコレクターは多く、高いものだと3桁を超える作品もあるわ。十和子さんの話によると、かつての俺は世界を旅しながら絵を描く画家だったそうだ。何カ国語も話せた理由は、その土地で生活しているうちに自然と身についていったらしい。確かに
俺は昔から絵を描くことが好きだった。それがまさか画家として活躍していたなんて。パズルのピースが埋まっていくかのように、少しずつ俺の記憶が戻っていく。自分では思い出せなかったが、俺の代わりに十和子さんが、俺の記憶を丁寧に埋めていく。その日の夜、展示会が終わると、十和子さんが俺の部屋を訪ねてきた。井上さん、いえ、光一さんに話があるの。十和子さんは覚悟を決めたかのような口ぶりで、俺に真実を打ち明けた。11のペンダントの写真、あれは私よ。衝撃で脈拍がどんどん上がっていく。やはりそうだった。俺の妻は亡くなってなんていない。神崎十和子こそ、俺の妻だったのだ。事故に遭って亡くなったことにしたのも、全部私が周りに頼んだことなの。もちろん周りは反対した。それでも、私はあなたの中から、私の存在を消したかった。どうして？それは、事故を起こしたのが、あなたではなく私だったから。十和子の方を、一筋の涙が伝った。あの日、私は空港にあなたを迎えに行った。そして、そのまま婚姻届を出しに行こうって言ったの。十和子の話によると、俺たちは8年前に旅先のフランスで出会った。そのまま恋に落ちて付き合うことになったが、当時の俺はまだまだ売れない画家。十和子は医師としてまだまだ半人前で、十和子の両親からは結婚を猛反対されていた。それでも、俺たちはまっすぐ愛を育んできた。そして2年前、俺と十和子は同棲し、十和子が保護した猫と3人暮らしが始まった。十和子の10と高一の1、合わせて11って名前にするのはどう？俺の提案を十和子は笑顔で受け入れてくれたらしい。十和子の両親から結婚は反対されていたが、俺たちは互いに夫婦という自覚を持ちながら事実婚生活を送ってきた。その自覚を持ち始めたことで、俺は画家としてめきめきと頭角を現し始める。国内だけでなく海外でも評価され始め、俺の描いた絵は高値で売れるようになっていった。ようやく画家として大成し、十和子の両親も結婚を認めてくれ始めた。海外から帰国後、十和子はずっと引き出しにしまってあった婚姻届を持って、俺を空港まで迎えに来てくれた。ところが、その帰り道に、俺たちは不運にも事故に巻き込まれてしまう。意識不明の重体から目覚めた俺の記憶喪失。十和子は自分が愛する夫の未来を奪ってしまったことに、大きなショックを受けた。私には、あなたのそばにいる資格がない。そう思って、あなたの中から私の存在を消すことにしたの。声を震わせ、涙で顔を歪める十和子に胸が痛んだ。俺が記憶をなくしている間に、十和子は計り知れない悲しみを抱えて生きていた。愛する夫が自分の存在を忘れるなど、どれだけ辛いことだろう。十和子の苦しさが痛々しいまで伝わってきて、俺の目からも次々と涙が溢れ出した。二人で住んでいた家から、私のものをすべて持ち出したと思ってた。でもね、いなかったの。11だけは、どんなに探しても見つからなくて。11は、俺たちが事故に遭った日から、家に帰ってこなくなった。まさか、俺の退院後に11が戻ってくるとは、十和子も思っていなかったようだ。きっと11は、私の代わりに光一さんの帰りを待っていてくれたのね。そうだよ。君と俺のつながりを消さないために、11は必死に君の存在を守っていてくれたんだ。俺は泣きながら震える手で、十和子を引き寄せた。十和子、ごめん。ずっと思い出せなくて。違う。あなたから記憶を奪ったのは私なの。私はもう、光一さんのそばにはいられないけど、あなたの幸せを心から願って。ダメだ。絶対にダメだ。俺たちは一緒にいるべきだ。うん、一緒にいたい。俺が十和子と一緒に生きていきたいんだ。光一さん。これから先も、もしかしたら記憶は戻ってこないかもしれない。それでも、これから始まる、君との人生は絶対に忘れないよ。十和子の震える体を
力強く抱きしめると、俺は涙で声を震わせながらつぶやいた。とわ子、待たせてごめん。結婚しよう。とわ子は俺のプロポーズを聞いて、大きな声で泣きながら、はい、と返事をくれた。こうして、帰国後、俺たちはとわ子の両親に挨拶に行った。お父さんだったんですね。俺が驚いた顔で見つめると、院長は優しく微笑んだ。光一くん、娘をよろしく頼む。それからありがとう。娘と再び出会ってくれて。院長があの日、俺に心療内科を勧めなければ、とわ子との再会は叶わなかったかもしれない。そう考えると、院長は俺たちの恋のキューピッドだった。それから、もう一人のキューピッド。正確に言えば一匹だが。11、あなたがいなければ、今の私たちはいなかったのよ。11は目を閉じて、とわ子に頬ずりした。それにしても、猫と俺の画家としての名前が同じって、なんか複雑だな。じゃあ、光一さんは、12にでもしたら？俺が変えるの？俺たちが顔を見合わせて笑うと、11は嬉しそうに、にゃーんと大きな声で泣いて、ごろんと床に寝そべった。その後、俺たちは席を入れて、正式に夫婦になった。そして帰国後も、俺は相変わらず、会社でジムを続けている。まずは少しずつ感覚を取り戻していこうと、定時で帰宅後に創作活動を続けることになった。今や、もう誰も俺の早上がりに文句を言う者はいない。それどころか、塩酒をはじめとする社員たちは、今まで俺をバカにしてきたことを謝罪してきた。自分の尺度でしか物事を見ることができなかった視野の狭さを反省し、俺ができない仕事も率先して協力してくれるようになった。いつか画家として本格的に復帰する日が来たら、会社を辞める日が来るだろう。それでも彼らとの出会いは、俺の人生の大きな一部であることに変わりはない。この先年を取って目も耳も遠くなり、歩くことさえままならなくなる日が来るかもしれない。それでも、とわ子と二人なら、呆れるくらい笑いながら生きていける自信がある。俺の記憶が戻ってこないとしても。俺たちがおじいちゃん、おばあちゃんになって、互いの名前すら忘れることがあるとしても、共に過ごしたかけがえのない時間が消えることはない。俺ととわ子が愛し合った、何よりも幸せな記憶が、色褪せることは永遠にない。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。